サミュエル・モンタギュー初代、スウェースリング男爵サミュエル・モンタギュー、あるいはモンタギュー・サミュエルは、イギリスの銀行家である。サミュエル家は、ポーランドのポーゼンに遡る家系だった。なお、ハーバート・サミュエルは親戚である。1832年、リバプールにて、ルイス・サミュエル・ルイス・サミュエルの子、モージズ・サミュエル・モージズ・サミュエルとして生まれる。代々サミュエルが、生のように使われていたのだが、後に、 モージズオ・モンタギューと改め、生徒する。1847年に、ロンドンに出て、1853年、銀行会社、サミュエル・モンタギューカンパニーを営み始めた。最初は、リーデンホールストリート、レデンホールストリート、後にオールドブロードストリート、オールドブロードストリートに、移った。1885年自由党から、会議員となり、 1887年から1890年まで金銀両貨幣委員会のメンバーとなった。スウェースリング男爵の称号が1907年に与えられた。敬験なユダヤ教徒で白愛主義者であり大きな社会事業に貢献した。ロスチャイルドのようにアムステルダムの公園家と結婚した。弟にシドニー・モンタギューサミュエル、息子にハイマン・モンタギュー エドウィン・サミュエル・モンタギューがいる。ありがとうございます。